グロを丸ごと仕入れません。マグロは、テレビで見るような市場などで解体されます。その時に、頭の部分はカマと呼ばれ、食材として販売されます。では、どうぞ。日本人も知らない海鮮料理を食べる米国人のビデオが話題になっていました。世界の珍しい食べ物を食べ歩いている米国人フードトラベラーが、マグロの頭などの日本ならではの料理に挑戦して、美味しさに感動しています。そんなビデオに、海外からは多くの絶賛の声が寄せられていました。東京の相撲エリアにいる。大好きな月刊相撲もある。素晴らしい男性のシルエットだね。相撲は、さておきシーフードを食べに行く。何を食べるのか知らないけど、一番簡単な生シラスから始める。小さなイワシだ。日本では、ご飯の上に、乗せたり調味料として食べてるけど、今はこれだけで食べてみる。冷たい魚のスパゲッティだね。すごく魚臭いけど、味は、ずっとバランスが取れてる。橋本は、すべての今日のメニューを見せてくれた。マグロの頭から、裏側が見える。頭の上に身がたっぷりある。持ってくれてありがとう。俺が持ったら、手が一週間臭くなる。サメの心臓って言った？ロッカールームみたいな臭い匂いがする。なんて種類のサメなの？フカヒレだけ取って捨てる人がいるから批判があるけど、豊富なサメもいて、日本ではあらゆる部位が使われてる。これが良い例だよ。これは笛吹き。食べたことない。すごく軽い。皮膚がゴムみたいで鱗がない。笑い物にしてるわけじゃないけど、すごく小さい口に進化してる。亀の手も食べる。これは食べてみたい。すごい。今日のメニューじゃないけど、ダッパーいっぱいのボラの胃を見せてくれた。へそみたい。これを見て食べたくなった人もいることだろう。タコの吸盤には嫌な思い出がある。これが原因で元カノに捨てられた。サメの心臓。生姜とごま油で味をつけて焼く。シャークパワーが得られるといいな。勢力がつくとか？かなり。しょっぱくて香ばしくてスポンジみたい。内臓肉の食感でロッカールームの味はしない。海産物だとはわからない。ビーフみたいな味がする。初めてだけど最後じゃないよ。サメは好きだけどやっぱまた食べる。亀の手。塩茹でする。美味しいよ。マイルドでウニみたいな金属の味がある。見た目は怖いけど、味は強烈じゃない。海の枝豆って感じ。笛吹き。刺身に塩を振ってあぶる。肝は、小麦をつけてバターで炒めて照り焼きにする。炙り刺身。焦げた髪の匂いがする。分厚いのに柔らかい魚だね。バターを30分冷蔵庫に入れた感じ。肝の照り焼き。すごくリッチでクリーミーな。魚臭さはほとんどない。甘辛いのが日本酒によく合う。マグロの頭。食べ方がわからないのでファンが参加する。頬肉だって見た目ではわからないね。強烈な味はないよ。一番美味しい眉間の肉。完成された肉だね。リッチで。スナヘッド界の神戸牛みたい。目玉。ゼリーっぽくて楽しい味だよ。目玉の奥の筋肉。思ったよりずっと楽しかった。寿司より、いろいろな食感や味が体験できるから。マグロの水揚げが、盛んな漁港地域では、一般人向けに販売もされているようです。料理法は、釜をそのまま焼いたり、スープの出汁に使ったりするのが有名です。